というわけで皆さん、昨日ぶりですね、ホラーゲームを頑張ったご褒美ということで、あずき、今日はジオゲッサーやっていいですか？ジオゲッサーやらせてもらって良いですか？はい。わーい。いやー、もうね、本当に昨日大変だったんですよ。もう辛い。いやでも、あの後、ちょっと面白い話があって、夜勤事件の RTA ってあんのかなと思って、夜勤事件の RTA があって、ちょうどなんか1ヶ月前ぐらいに、RTA in Japan で、夜勤事件の RTA があって、すんごかった。ちょっとみんな、みんなあのね、夜勤事件の RTA 見てほしい。そう、面白かった。なんかね、お弁当を使って、コンビニに行くっていう。最初の、お家にあるお弁当を使って、コンビニに出勤するっていうね、すごい要素がたくさん。そう、なんだそれって思うと思うんですけど。そう。ちょっとみんな見てみて。もうあずきの夜勤事件とは比べ物にならないぐらいすごい方がいらっしゃったので、そうなんかね、バグをうまく使ってやっていくというすごい RTA がありましたんで、ぜひちょっと気になった方も見てみてください。はい。そんなわけで今日は、あずきはジオゲッサーの RTA をやっていきたいと思います。はい。これはもうね、バグとかはないので。もう単純に、己の知識だけで。うん。そうなんですよ。RTA の世界もいろんな世界がありますね。